在アメリカ合衆国カナダ大使館はアメリカにおけるカナダ外交代表部の中心である。大使館はホワイトハウスと連邦議会議事堂を結ぶペンシルバニア通りの中間に位置する。この大使館はまた隣接するバージニア州、ウェストバージニア州、メリーランド州の領事業務も担当している。カナダ代表部がワシントン DC に開設されたのは1927年のことである。 この時に交換として利用されたのはタイタニック号実行で亡くなったクラレンス・ムーアが1907年にカナダ政府はこの建物を37万5千ドルで購入し内装に10万ドルをかけた1931年まではカナダの政府代表はイギリスによって監督されていた1943年になると代表部は大使館 クラレンス・ムーア・ハウス1927年から46年までは、このクラレンス・ムーア・ハウスが交換施設と公師工程として利用された。1946年に大使工程がロッククリークドライブ2825番地に新設されたため、元の施設は大使館機能に限定された。1959年にエリザベス二世がアメリカを公式訪問した時には、 クラレンスムーアハウスがアイゼンハワー大統領を招いた統令版3回の会場として使われた。その後、大使館機能が拡大するにつれ、代表部のオフィスは市内各地に散らばるようになった。そこで政府はアメリカの首都における新しい拠点を求めるようになった。ちょうど同じ頃、ペンシルバニア通り開発公社もまたこの通りの再活性化を目論んでいた。 こうしたカナダ政府は1978年にペンシルバニア通り沿いの敷地を500万ドルで購入した。そこは以前フォードの販売代理店と公立図書館があった場所である。現在までのところカナダ大使館は連邦議会議事堂に最も近い場所にある外国公館である。新大使館は1989年5月にブライアン・マルルーニー首相によって 正式に開館された。この建物には135人の外交官と150人の現地採用スタッフが働いている。なお、最初のカナダ公使館であったクラレンス・ムーアハウスは、1993年、イライウズベキスタン大使館として利用されている。新しい大使館は、ブリティッシュコロンビア州出身の建築家、アーサー・エリクソンによって設計された。 設計者の専任については、エリクソンの友人であったピエール・トルド。エリクソンは、この建築において、オープンスペースを広く取り、緑と水を活かしている。それらは、彼がカナダの精神を表現すると見なす要素である。大使館の入り口には、ビルリードによる、ハイダ・グワイの精神という、大きな彫刻が展示されている。大使館の建物の南西角には、 諸州のロタンだという12本の列中によって支えられたドーム屋根をいただく空間がある。これら12本の柱は1989年時点でカナダ連邦を構成している10の州と2つの巡州を表している。1999年にノースウェスト巡州から分離されたヌナブト巡州はロビーに置かれたイヌクシクによって象徴されている。また、 ロッタンダをめぐる落水は、カナダアメリカ国境にあるナイアガラの滝を表している。大使皇邸は、市内ノースウェスト区にある大使館通り近くのロッククリークドライブにある。レンガ造りの巨大な館と広大な庭を持つ、この大使皇邸に最初に住んだのは、レスター・ビー・ピアソンだった。カナダ大使館はこの他にもいくつかの施設を所有している。 カナダ大使はまたアメリカの12の地域にある総領事館と3つの領事館についても責任を負う。ありがとうございます。